こんにちは、ABS プロスタッフの徳江和則です。今回はコロンビア社最新作ジュークのレポートをお送りいたします。スワブで一躍世界のピンアクションの常識を変えたハイパーショックテクノロジー、そのテクノロジーを惜しみもなくアッパーミッドパフォーマンス UMP 領域に採用したインパルス、そして昨年11月発売されたカバーストックにもハイパーショックテクノロジーを組み込んだダブルハイパーショックテクノロジーを発表したタイラントと、コロンビア社の開発は今でもブレることなく本物を追い続けています。今回発売するジュークはミッドレベルパフォーマンス MP 領域でモディフィール SD コアを搭載した運動性能がレングスウィズアンギュラーバックエンドという、日本人が最も好む先での動きが強調されたボールです。テスティングした感想では、データがない状態でのトストドライブでは開発コンセプト通りすごく先での動きが強調されていると感じたのが第一印象です。コアの形状を予想できないほど先での動きが強調されていたので、後からデータを確認したときにこのようなボールができるんだと、ある意味良い期待の裏切り方を感じたことです。最近のコロンビア社の MP 領域ではこれほど先で動きが強調されているボールは久しぶりというか、非常に面白い出来だと思います。先で動く割にはオイルに流されたりする挙動は少なく感じますが、ドライゾーンでの向きの変わり方がしっかり見えるので出し戻すラインを好んで投げたくなります。その軸の向きの変わり方や軸の置き方がしっかりと畳にフィニッシュしてくれるので、しっかり10バッピンまで絡むのも見て取れます。先で動きが強調される性能のボールで一番の着目点は、先で動くポイントまでいかに安定して走り、オイルに弱くては困りますが噛みすぎないことだと思います。このジュークは非常にバランスよく走りとキャッチが整えていると思います。先で動くボールの性能を追いかけている方は満足していただける出来だと思います。近年のコロンビア社にはなかった先での動きが強調させたアンギュラーなボールです。出し戻しのラインも十分痛みを多く使えるでしょう。ぜひ皆様このコロンビア社最新作ジュークお試しください。